帯同しました。自分を信じること、人を信じることが全くできないですか？あなた、かなり病んでますね。過去に何かあったんですか？はい、どうです？儲かる話があると聞いて保証人になったらどっかに逃げられた。まあそれはしょうがないですね。はい、他は？ビルの屋上から飛び降りた時に落ちて骨折したのに誰も助けてくれなかった。ってよく無事だったな、あなた。普通死ぬだろ。ってなんで飛び降りたの？死にたかったんですか？死にたかった。で、運よく生き残ったわけですか。はいはい。ですね。頭から飛び降りたら死ねたかもしれませんね。はい。